では、発生をちょっと遡っていきましょうか。例えば、ね、新規配置にはここに、ね、神経板と呼ばれる神経の元になる、ね、板の領域ができるんですよってやりましたが、でどうしてここに神経板ができるんですかっていうのは、ここの細胞とここの細胞、2つの細胞でこいつは表皮になるんですよ。で上の緑のところは神経になってくるんですよ。なんでこの表皮と神経の自分で細胞は何になるってどうやって分かるんですか。ここにいる細胞が周りを見て俺は表皮になろうとか、ここにいる細胞が周りを見て、あ、ここは神経板だから、ここは神経板になるべきだから神経になろうとか自分で判断するんですか、ね、ちょっと考え出すと気味が悪いでしょ、ね、生物学者もちょっと気味が悪くて解明を進めていってだいぶ今では分かってます。でなんでここにこの領域が神経板になるかっていうと、貫入時にこの貫入した、背側の中背葉領域だけど、その貫入した細胞層が上の細胞層に向けてお前神経になれって命令を送り出すんです。このお前神経になれって命令を神経になるように誘導するから神経誘導って言います。ここが現状だよ。現状、あ、なるほど、これで解決だ、これで解決だ。貫入した細胞が上に神経誘導して神経板を作ったんだ。ね、ちょっと待って、でもさ、この貫入したこの細胞層、あの元々背側の中背葉領域ってさ、ここで現行の少し上の細胞層がこれが内側にのめり込んでこうこっちに進んでいくわけだけど、内側にここの細胞層がこの細胞層が内側に進んでいくわけだけど、そしてゆくゆくは神経を誘導するわけだけど、ここの細胞って、まあ、あの領域的には原稿のすぐ上、ね、原稿のすぐ上のことを原稿配信というけどね、原稿配信というのは原稿のすぐ上っていう意味だ。原稿配信が大切だってことは分かる、ね、これが貫入してで神経を誘導するんだから。だけど、なんでここに原稿配信ができるんですか？なんで原稿はそもそもここにできるんですか？原稿はここじゃダメなんですか？ここでもいいんですか？実はそれ決まっていたんですね。いつ決まっていたかっていうと、精子が卵に侵入した瞬間にここに原稿ができるってことが決まっているんです。精子が卵に侵入した瞬間に、精子の侵入側に卵の表面がぐるっと回転します。卵の表層が回転するから、このぐるっとした回転のことを表層回転と言います。表層回転の向きは決まってますよ。精子が侵入してきた方向にぐるっと回転するんです。卵の中にあるタンパク質が初めから沈んでいて、このタンパク質ディセブレルタンパク質って言うけど、このディセブレルタンパク質は有名な母性因子です。母性因子っていうのはもう近年非常に注目されている言葉で、ね、30何歳にしとくよ。母性因子っていうのはもともと卵の中にあるものです。それを母性因子って言います。メッセンジャー RNA でもタンパク質でもそうです。もともと受精前から卵の中に入っているものを全部母性因子って言います。カエルの卵にはここにディセブレルタンパク質っていう母性因子が入っているんです。そして卵の表面が回転する表層回転とともに、このディセブレルタンパク質はこっちに精子の反対側に、精子とは反対側に移動します。ここのディセブレルタンパク質がぐっと精子の反対側に移動したことで、
何が決定されるかっていうと、こちら側に原稿ができることが決定されるんです。そして、様々な遺伝子が働いて、原稿のすぐ上には原稿配信という領域が作られ、そして原稿配信はめり込んで神経を誘導して、やがて神経盤ができると。ここまでこの流れまでしっかりマスターしておきましょう、ね。さらにパワーアップしたい人は、ね、いろいろな、仕組みが、ね、分かっているから、ね、そこをしっかり、ね、調べてほしいんですが、この流れ、ね、一連の流れを、ね、まずはしっかりマスターして、発声、ね、ぜひ得意になってもらいたいですね。ぜひ、ね、一緒に頑張っていきましょう。